開運ファンサロンカオリズムでは、会員の皆様が幸せな人生を過ごしていけるよう、開運につながる人生指南コンテンツや大殺界を正しく乗り越えるヒント、母和子との思い出話なども配信しております。また私が実際に使用している愛用品の紹介や会員限定イベントも行っております。ぜひ右上のリンクまたは概要欄からチェックしてください。こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。今日はですね、あなたにも忍び寄る心の病ということで、こちらについてお話ししたいと思います。まあ、だんだんね、気温もそうですけれども、ポカポカ暖かくなって、かと思えば少し寒い日もあったり、寒暖差も激しい、体調も崩しやすい時期でもありますよね。そんな中で皆さんの、生活にも新たな変化が起こったり、特に、引っ越しだったり転職だったり、また学生さんなんか、入園入学、そして就職、そんな感じで、完全にこう今までとはこう違う生活、新しい新生活の始まりっていうものをね、スタートした方も多いんじゃないかなというふうに思います。そんな中でやはり、体調にも変化は出やすいですけれども、心の変化ですね、こちらの、が悪化してしまうっていうのもすごく多いので、少し前だとね、5月病とかって言って、4月から始まって、ちょっと1ヶ月経ってホッとして、そしてまたこのゴールデンウィークとか長い連休が入って、そこでまた、リフレッシュできてスタートできればいいんですけれども、なんかこうずっと休みとか、そんなペースを引きずってしまったまま、また6月がスタートする。そうすると最近はなんかこう5月病じゃなくて6月病って言われてるらしくって、その頃、梅雨の時期になって気候にも変化が出ますよね。そうするとやはり心にもダメージを負う、またそれを感じる人がすごく増えるそうです。なので、まずですね、このように、自分が気づかずにどんどん進行してしまう、また、進行しても、普通の病気と違って、終わりが見えない、そしていつ完治するかわからないという不安を長年抱えて生活しなくても済むようにですね、どうやって気をつけていったらいいかということで、ポイントをお話ししていきたいなと思います。まず新しい生活になるといろいろな変化が起こります。そんな中で予定を詰め込みすぎないこと、これがまず大事だと思います。きちっとこう断れる人はいいんですが、なかなかこう人に流されてしまって、あの人も行くから行かなきゃとか、自分が気乗りしないのにこう無理やりこう約束をしてしまって、結果行ってしまってすごくこうストレスになって疲れてしまったっていうようなことを蓄積してるとですね、やはりこれもダメージの一つになってしまいます。なんで、あんまり最初からこう頑張りすぎてですね、誰にでもね誘われたらすぐうんとイエスと言ってしまって、予定をね詰め込みすぎずに、しっかりと余裕を持った計画、スケジュールを立てれるように注意しておきましょう。やっぱり一番はこうママ友とか、また、新たな環境での上司、先輩、そういう人にですね、こう誘われて、当然ね行った方がいいんですけれども、これをこう詰め込みすぎてしまうとね、あんまりいい結果を生まない。そして自分がちょっとでも嫌だなとか、そんな思いで行ってもですね、結局はいい結果を生まないということにもなってしまいますので、ほどほどにということで約束を入れていくようにしましょう。次にですね、頑張りすぎないこと。特にオンとオフの切り替えが苦手だったり、何でもこう言われたらすぐやらなきゃっていうことだったり、これをこなさないとダメ、寝れないとか、あんまりこうそういうタイプの人っていうのは、すごくこの心のダメージを受けやすいと思います。なんで何事も少し休息を取りながら、これぐらいできたらいいやっていう、最初のうちは8分目っていうような感覚で進んでいけたらいいんじゃないかなというふうに思います。全てをね、100% で進めていこうと全力で走る気持ちはいいんですけれども、やはり全て結果 100% を求めてしまうと、それが後々になってダメージにつながってしまいますので、きっちり計画通りに進まなきゃって思いがちな人はですね、最初のうちはこれぐらいいいやっていう少し余裕を持って、心のゆとりを持てるようにしておくといいでしょう。
なんかでも周りの目とか気にしちゃうと頑張っちゃったりしますよね。そうなんですよ。きっとなんか自分が断ったらこう思われるとか、自分がこれできなかったらこういうふうに思われちゃうとか、まあね、そうやって人の目を気にしてしまいがちな人も、まあ、いるとは思うんですけれども、まあ、さほど他人っていうのはそこまで自分が思っているほどね、人のこと気にしてないもんなんですよ。見てないですね。意外と。だからあの、ね、自分が感じるよりも相手はそんな風に感じないっていうこともありますから、そんな、ね、人の目を気にして自分の体をと心を壊してしまったら全く意味がないので、少し、ゆとりを持って余裕を持って、行くようにするといいんじゃないかなと思います。そして次、自分のことを理解しようということですね。まあ、やっぱり自分がまあどんな性格なのか、こういうことをきっちり理解しておくということも大切だと思います。もともとやっぱり人付き合いが苦手とか、人見知りだったり、そういう人と関わって何かをこうしていくということが苦手であれば、でもそれはもちろん克服する努力、これは必要なんですけれども、でもやはり自分はそういう人間、まあ、そういう性格っていうことを理解しながら、いろんなことを進めていくってことも大切です。やっぱり、自分自身が自分を一番大切にし、自分がちゃんと自分を愛さなければやはり周りの人も大切に思ってくれませんし、愛してくれることはできないと思います。でなのでしっかり自分の心と向き合いながら、自分を認めるっていうことも大切なんじゃないかなと思います。ちなみにどんな感じで来るんですか、香織さんとかに来る人たち。そうですね、やっぱり今までこう一生懸命やってたんだけれども、まあ、ちょっとしたそういう変化によって、まあ、例えばこういう4月なんかは移動があったり、周りにこう一緒に仕事をする環境の人が変わりますよね。そうしたことによって今まではスムーズに進んでいた仕事も、その人との折り合いが悪くなってなかなかこうスムーズに進まなくなってしまったっていうような方がいて、そうすると、どん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 こう家から出るのが嫌だとか、最初はなんとなく億劫だなと思うことが、今度は本当に体に反応が出てしまって家から出れなくなってしまった、また電車に乗れなくなってしまった、またこう大勢がいる環境の中に自分の身を置いとくことができなくなってしまったっていうような方とかもいらっしゃいます。なんでやはりそうすると、当然のことながら心療内科に行ったり病院に受診したりしながらやるんですけれども、結局やっぱ薬を飲むということにも抵抗を持ってしまって、処方されたけどその薬を飲むか迷ってしまう。で飲んだ方がうまくいくんだけれども、やはりそれが悪循環で飲むか飲まないかということを悩んでしまって、どん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 また悪化してしまう。なんかこう自分が心の病になったっていうことを認めたくないっていう人もすごく多いような気がします。それによってやはり日が経つにつれてどんどん進行してしまうっていう人も多い気がしますので、いろんなことがこう悪循環になってしまうんですね。なんでやはり気づいた時になんとか解消していくっていうこと、やっぱ心のその病のサインっていうのは自分でしか気づかないものだと思いますので、なんかおかしいなと思ったらしっかり休息を取ったりリフレッシュすることをしたり、なんか自分の物事の考え方、捉え方を少し変えてみるっていうことも必要だと思います。まあ、それもね、悪化してからだととても大変なので、早い段階でできることはやっておきましょうということがこの時期大切なんじゃないかなと思います。もしも家族にね、そんな感じが、はい、もしも頑張りすぎる人がいたりしたら、うん、ちょっと聞いてた方がいいですよね。そうですね。なんで特にまあこの6世によって成人の性格性質っていうのが分かりますから、お子さんなんかは、まあこういう性質があるからやはり、やりやすいかもしれないというふうなことが分かればですね、様子を見てあげて、そしてあまりこう負荷をかけないこと、やっぱ個人差が物事を進めることには個人差がありますので、もう早くやなさい、みんなできてるでしょうっていうようなことで、負荷をかけるんではなくてですね、やっぱりその子その子に合わせたペース、その人その人に合わせたペースっていうものを家族もしっかり理解をしてあげて、一緒に歩んでいってあげることが大切じゃないかなと思います。ということでいかがだったでしょうか。なるべくですね、この新たな環境、新生活が始まって、いろんなことが変わってくるときはご自身の心と向き合って自分の健康を保っていけるように頑張りましょう。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。